エドワルド・シェワルナゼは、ソビート連邦及び、グルジアの政治家。1985年から1990年まで、ソビート連邦の外務大臣を務め、1995年から2003年まで、グルジア大統領を務めた。グルジア語の原音を重視する立場から、シェワルドナゼと表記されることもある。また、シュワルナゼという表記も見られる。 1928年1月25日に、ソビエト連邦グルジア共和国、ランチフティ地区、ママティ村に生まれる。1946年に、首都トビリシのコムソモール指導員を皮切りに、グルジアのコムソモール及び、グルジア共産党で活動する。共産党には1948年に入党した。1951年、グルジア共産党中央。 委員会附属学校を卒業する。1957年、グルジアコムソモール第一初期に就任する。1958年から、グルジア共産党中央委員。1959年、区大使教育大学を卒業する。1965年、グルジア共和国保安省となり、保安省が内務省に改編されたのに伴い、 1968年来省に就任する。1972年にグルジア共産党第一初期に就任すると汚職の摘発、腐敗した党幹部の大量解任に拉腕を振るう。また、レオニード・ブレジネフ初期長時代にはブレジネフに対する個人崇拝に積極的な姿勢を見せた。グルジア共和国内の各民族主義には当初、 民族主義的変更批判のキャンペーンを大々的に張るが、これに対して、グルジア国内では、民族自決を求める抵抗運動が高まった。1978年、新憲法案でグルジア語の国語規定が削除されていたことに反対する大規模なデモが発生し、撤回を余儀なくされた。このような動きに対してシェワルナゼは路線を変更し、民族主義へ配慮するとと,ともに、 世論調査の導入や経済改革を実験的ではあるが実施していった。ミハイル・ゴルバチョフとは、ゴルバチョフがスタブロポリ第一初期の頃からの知人であり、お互いに地方党組織のトップとして交流していた中であった。1985年3月、ゴルバチョフ初期長が誕生すると、シェワルナゼは7月に共産党中央委員会政治局員に抜擢される。 さらに、内外の字幕を集めたのが、長年にわたって、外務大臣を務め、ソ連外交の権威役であったアンドレーグ・グロムイコが、最高会議幹部会議長に転出したことに伴う、後継の外相に就任したことである。当初、外交に関連した経歴を全く持たないことから、その手腕は未知数であったが、ゴルバチョフの新思考外交推進役として、アレクサンドル・ヤコブレフと共に、 ゴルバチョフのペレストロイカにおける片腕と目されるようになった。しかし、ゴルバチョフが保守派、改革派の権力闘争の過程で急速に右展開していくと、シェワルナゼも批判にさらされるようになる。ゴルバチョフは大統領制を投入し、権力基盤の強化を目論むが、当初、副大統領候補として念頭に置いたのは、シェワルナゼであった。しかし、 1990年12月に、独裁が近づいていると危機を訴え、電撃的に外相を辞任した。なお、1986年1月15日から4日間、日ソ外相定期協議のために、ソ連外相としては10年ぶりに来日している。1991年8月のクーデターでは、いち早くホワイトハウスに駆け込み、エリツィン支持と独裁反対を訴え、 クリミア半島ホロスの別荘に軟禁状態にあったゴルバチョフを救出することに成功した。クーデター後、アレクサンドル・ベススメルトヌイフ外相の後任には、クーデターに批判的な態度を鮮明にした、中チェコスロバキア大使のボリス・パンキンが就任したが、パンキンの政治手腕は、それ外交を主導するためにはあまりにも不安だったため、再びシェワルナゼが外相に復帰した。しかし、 シェワルナゼラの努力も虚しく、ソ連崩壊と共に外相を辞任した。ソ連崩壊後、グルジアのズビアド・ガムサフルディア大統領は民族主義と強権政治を強め、これにより民族紛争と大量難民を生み出した。1992年1月のハンガムサフルディア派によるクーデターでガムサフルディアは、ロシアのチェチェン共和国へ亡命した。 混乱を極めるグルジアの国内情勢を立て直すために、かつてソ連外相としてペレストロイカを推進し、国際的に抜群の知名度を誇るシェワルナゼが擁立された。1992年3月、シェワルナゼはグルジア国家評議会議長に就任し、グルジアの最高指導者となる。1992年10月には最高会議議長に当選。 1995年8月新憲法が採択され、11月大統領に選出された。1999年、グルジア大統領の立場で来日。2000年4月には大統領に再選された。シェワルナゼ政権によって、グルジアの経済及び社会情勢は安定を見せ、市場経済への転換も軌道に乗ったが、アブハジア紛争に伴う、 難民問題やロシアとの関係など難問を抱え、さらに1998年に彼の公用車だったメルセデスベンツ W140 をターゲットにしたシェワルナゼ暗殺未遂事件が数度発生したことを契機に市場経済へのプロセスが停滞し始め、それに伴い汚職の蔓延や電力やガスなどの供給不安、失業などが拡大していった。 2003年11月の議会選挙の不正を野党側が急断し議会選挙の混乱に至ったため2003年11月23日に大統領辞任を余儀なくされた。シェワルナゼはソビエト外相を辞任するまでゴルバチョフを支持していたことに現れていたように全身主義的な政治手法を取ったため政権内にことなかれ主義をもたらし 次第に、グルジアの民意と乖離していったことが失権の原因とされる。ドイツの人々はシェワルナゼが、ソ連外相として、ドイツ統一に尽力したことを高く評価しており、祖国統一の恩人として、ドイツへの亡命の申し出があった。しかし、シェワルナゼはこの申し出に感謝しつつも、家族と共に祖国に泊まる決意を下した。シェワルナゼは、晩年を飛びりし郊外の自宅で過ごした。 健康の悪化に従い公共の場へ出る機会は減った。長い闘病生活の後、2014年7月7日、86歳で死去した。グルジアのギオルギ・マルグベラシビリ大統領とイラクリ、ガリバシビリ首相は、シェワルナゼの遺族に対して、哀悼の意を表明した。マルグベラシビリ大統領は、シェワルナゼを、ソビエト体制の解体に参加した、20世紀を、 代表する著名な政治家の一人と表し、さらにシェワルナゼが新たなグルジアの建国と親欧米路線への転換に重大な役割を果たしたことを評価した。ガリバシュビリ首相はシェワルナゼが冷戦を終わらせ新たな世界秩序を確立させるために多大な貢献をしたと評価した。2003年のバラ革命でシェワルナゼを退陣させたミヘール・サーカシュビリ前。 大統領は、シェワルナゼの死去に際して、哀悼の意を表するとともに、シェワルナゼが、ソ連時代及びソ連崩壊後のウルジアにおける、重要な人物であったことを評価し、バラ革命で対立したものの、大統領経験者であることを考慮し、一部政治家や、社会からの刑事訴追の要求を知りぞけていたことを、明かした。ペレストロイカの名誉とも言うべきミハイル・ゴルバチョフ。 元ソ連大統領は7日、シェワルナゼの死去に対して哀悼の意を表明した。ゴルバチョフはインタファクス通信に対し、グルジア人特有の明るさであらゆる人々とすぐに打ち解けたと振り返り、西側首脳と渡り合い東西冷戦終結に寄与したシェワルナゼの功績を称えた。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は哀悼の意を表明し、シェワルナゼ氏に近しい人たち、 そしてすべてのグルジア国民に深い哀悼の意を表明するという談話を発表した。ありがとうございます。